変馬、餅は、三重県伊勢市の有限会社変馬や商店が、製造を販売する商品である。餅は、丸く平らに潰した形で、両面に、焼き色があり、餅の中に、シあんが入っており、餅は独特の食感である。変馬、餅の由来については、産具道中の、回収場所で売られた餅であるからと、製造元である変馬や商店が公式に示している。 海舟馬所とは、各地から馬等で、伊勢神宮を参拝する人たちが宮川を渡る際に、馬を変えさせる場所である。一方で、変馬という語句は、折口忍の三里公団によると、アバタの方言と記されている。現在ではほとんど用いられることがないが、三重県南部から奈良県、大阪府にかけて妖例が見られた。また、三重県の東紀州地方には、 小麦粉に砂糖を練り込んで、円盤状にしたものを鉄板で焼き焦げ目をつけた、郷土色、変場焼きがあり、その名の由来は、表面の焦げ目が、ばたつまり、変場に似ていることからとされている。地元では、次のような昔話が残っている。昔々、この付近の村で放送が流行し人々は、大変苦しいんだ。奥野という娘の家も、 家族のほとんどが放送にかかったが、奥野だけは元気であった。奥野は、器量もよく優しく、病に伏した家族の面倒もよく見た。また、医療という医療、薬という薬がない時代、奥野は、産宮に向かう人が馬をつなぎ、馬を返す、返し馬所に建てられた鳥前から、伊勢神宮を拝み、家族の回復を祈っていた。ある日のこと、病気で疲れた父親が、 顔のアバターを見て、手当てをしたい。鏡を探してきてくれと頼むが、この時代、今日などは、よほど裕福な家しかなく娘は困ってしまった。鏡を手に入れるすべもなく、なんとか、父親に、顔の様子を見せてやりたいと、奥野は、思案にくれた。ある日、米びつの中の米を見て、父親の気を紛らわすために、 好物のおたふくもちを作ることを思いついた。餅をつき、おたふくもちが出来上がり、おたふくもちに網で焦げ目をつけて焼いていると、餅の焦げ目が父親のアバター顔そっくりになった。奥野は早速床にいる父親のところに持って行き、これはお父さんの顔にそっくりじゃと言って渡すと、父親は喜んで私の顔はこのようになっておるのかと。 餅を表にしたり裏にしたり見ているうちに父親の顔色は次第に良くなり、あばたもきれいに落ちた。奥野はすぐに、軽イにも食べさせると、みるみるうちに放送が治った。それでこの村の人々は、この餅菓子を売り出すことにした。村人たちが餅の名前を鏡餅にしようか、焼き餅にしようか錯誤していると、近所の老婆が、奥野が、 いつも返し馬書のところで、伊勢神宮を拝んだおかげで、病が治ったのだから、返し馬持ちじゃと言った。こうして、変馬、餅と名付けられ、返し馬書で売り出されるようになった。そして返し馬書一体から、放送は消え失せたと語り継がれている。変馬と、アバタを連想させる語り伝えであり、本来は、闘魂に由来するものであったのを、食べ物を、 山イコンになぞらえるのを嫌って、後世に、三宮街道の三保孔人倉家家の馬の話と、結びつけ、返し場の文字を当てたものとの説もある。2007年10月31日、現在医療表示に、水飴と食塩を記載していなかったと変馬や、商店からの申し出があり、三重県農水商工部と伊勢保健所は、11月1日に、 ジャス法違反の疑いで本店に立ち入り検査を行った。その結果、原材料の表示漏れ以外に原材料の表示順が重量順ではなかったこと、一部の商品で消費期限以外の表示が購入時に見えないことが新たに判明。変馬や商店は伊勢保健所からの指導を受けて11月3日から表示を訂正した。その後、 11月30日に、伊勢保健所は、食品衛生法違反に対して始末書処分。三重県農水省工部はジャス法違反に対し、文書指導を行った。改装前の宮川店旧宮川店変場や商店とは、三重県伊勢市小伯町に本店がある和菓子店。ありがとうございます。